あれ？なんかちょっと違う？あ！あったぞ。続きが。おっそすー。あ、スペースフォーザアンバウンド。心に咲く花。また行きます。マイクロペーサーどうぞよろしく。ということで、前回一度こちらのゲームクリアはしたんですけれども、どうやらやることリストを全て達成した状態でエンディングを迎えれば、ちょっとなんか追加の要素が見れるっぽいお話を聞きましたので、ちょっと頑張って、ええ、何や動物やらモフモフしながら、あとは音楽を聴いてギャン泣きするっていうのもね、自分はちょっと達成できてなかったので、そこはちょっともう一回初めから頑張っていきたいと思います。さあ、ちょっとまた最初からプレイをしておりまして、3章ぐらいまで今来てるのかな。次が公民館で園芸家に会うプスカさんやね、多分そこに多分行けるところぐらいまで、世界一モフモフの動物を撫でるっていうあれを埋めたくて、ああ動物を撫でなでしながらプレイを頑張ってるんですけど、多分ね近々音楽を聴いてギャン泣きするっていう、それに関連するやつも出てくるっぽいんで、まあ一気にこの3章ぐらいまで進めてまいりました。で、2章でね、映画館の前にいた、なんかバイオリン弾いてる人、あれも音楽を聴いてギャン泣きする、それのチェックが入る要素に関係してるっぽいんで、まあそれをやりながら、ここまで今来た次第でございます。ということで、引き続き、動物をなでなでしながらいろいろ頑張っていきたいと思います。さて、ただいまプスパさんの証拠集めやってる途中なんですけど、一人にとりあえず慣れたのって、ここでちょっとカフェに入ってまいりました。お前もやっぱり、前回の時にはなでれたか、なでれてなかったよね。お、この子にはもう名前があってね。豆腐、このお兄さんに挨拶しなよ。みゃん。よかった。撫でれた。お前はすごく綺麗な目をしてるな、豆腐。これでいいよね。豆腐。撫でなでもしながら。この辺の人とだから全然喋れてなかったよね。シナリオはいつもイヤカフェで書くんだ。みんな知り合いだよ。けど、君を見るのは初めてだね。ああ。今はどういうシナリオ？僕の最高傑作だよ。コーヒーを飲みながら話すことがテーマの心が落ち着く物語。あのゲームのこと言ってる？ケーキはどう？美味しいよママ。来週もここに来ようよ。いいでしょ？ふふ、もちろんよ。もちろんよ。あ、どっちに喋っても同じことよ。この人は何か変化あるかな？私が指一本でも厨房に触れたらこの店はきっと黒焦げになるわ。そうなの？料理なら教えてあげるけど。それってすごい。消耗器が足りそう。きっと何本も必要になるし。えげつないぞ、それ。自覚してるとしてもやばいぞ。一杯のうまいコーヒーとこの落ち着いた雰囲気と、これぞ最高の午後のひとときだよ。はあ。で、一旦こちらスルーして、多分この人じゃないかな。ギャン泣きに関係するの。あなたは？あのバイオリン日々、え？バイオリン弾きのささやかなコンサートを見に来てた子ね。あ？彼女って素晴らしいわよね。自分の思いを音に込めて美しいメロディーに乗せて演奏して。一見独りよがりな音楽なのに、みんなの心を動かしていた。どうしたらああいった曲を書けるのかしら。彼女を見てたら、このピアノで自分の曲を弾きたくなってきたんだけど。お、この人はピアノなのか。それってただの真似事じゃない？私の音楽って呼べるのかしら。そう思ったら何度弾いても間違えてしまって、もどかしいわ。あ、人の心を動かす音楽。それって僕が探したものだ。この人はどんな曲を書くんだろう。
これでだいぶですね。 OK、 この人をクリアすればいいんだな。まずはここはおとぎ話。誰かがカラスさんの家のドアをノックしました。ん？そこには花売りの娘が立っていて、カラスさんは差し出された花を受け取りました。そして花の匂いを嗅ぎながらカラスさんは街を散歩しました。やがてバナナ売りの男が新鮮なバナナを差し出してきて、カラスさんはそれを受け取りました。カラスさんが散歩を続けていると一人の老人に出会いました。老人が歩くための杖を差し出してきたので、カラスさんはそれを受け取りました。絵のおじいちゃんの杖とて、老人イコールおじいちゃんって決めたらかな、おばあちゃんかもしれな。カラスは何でも手に入れたんだ、友達以外は。おや、なんか関係しそうなおとぎ話。これがカラス？てんてんてん。お前がバナナ売り？まだ熟してないバナナってことかな。じゃあ花売りからなんかもらう？花をもらった。石になっちゃった。葉。で、バナナ。石になっちゃった。ティーン。絵の？カラスこっち向いてる。ジジイ。あ、石になっちゃった。これでよかったんか。花とバナナと杖あるけど。ほら。喜んだ。何それ、消えた。あ、何のスペースダイブ。ようやくわかった。誰かの曲を弾いててもダメ、自分で新しい曲を書かなきゃ。あ、そういうこと。曲ってその人の心を届けるもの。他人が道具みたいに使ってはいけないの。他人のものを奪ってばかりじゃ、いずれ何も差し出せなくなる。コピーわかんて。そういう自戒を込めてこの曲を書いたの。誰も弾いてくれとは言うてないけど、引き出した。トゥン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 。歌ってる。あら、あ、あの時のバイオリニストの時みたいにこのお姉さんも出てくるんかい。ああ、ピアノの上に置いているそのハットと鳥かごみたいなのはカフェの私物なのかな。ピアノよりも、そっちが目に入ってきて、そっちが気になるな。違うな。でもあの鳥かごとあのハットはカラスがかぶってたやつか。お姉さんこんなもん持ってカフェに来てんの。鳥はさすがにカフェに持ち込まん方がいいんじゃないかい。ああ、満足した。あ、意外と喜んでる。美しい曲だわ。なんて感動的なピアノの旋律さんだ。そうかな。やりましたね。素晴らしかったです。ありがとう。私の利己心が受け入れられてよかった。ギャン泣きまでは俺はできないけどな。利己心、利己心か。身勝手なものは悪いことだが、なぜ自分のものを奪ってはいけない。どっから入ってきて、お前。愛する人を連れ戻してはいけないんだ。ここにいるのは耐えられない。どっかで心を落ち着かせないと。川を眺められる静かな場所がいい。あいつちゃんとお金払った？大丈夫？何しにカフェに来たん、あいつ。あの人悩んでそうだった。あれもおそらくギャン泣きに関係する人ってことよね。OK。これでこの人はクリアできたっぽいね。さっきの火事で新作ケーキのアイデアが浮かんだの。あ、そうなの。あのプスパさんのやつでクレポンフランベよ。一見普通のクレポンだけど、お客さんに出すときに火をつけるの。熱いアイデアですね。でしょでしょ。
けどハラール太陽の代替石を変えるか調べてるとこなの。結局中華が好きなんやもんな、あいつは。公民館で火事があってね、幸い火はもう消し止められたようだ。これでようやく林丹祭で売る伝統的なお菓子作りを再開できるよ。メンパーにオンデオンデにパステルにクエククスに知らんな。よし、じゃあとりあえずまたなでなでを続行しながらいろいろやっていこうじゃないの。さあプスパさんイベントも終わってこの場所にやってまいりました。ああここ結構おったんやね、猫ちゃんも。この辺のを撫でてなかったんかな、俺は。いっぱい慣れたぞ。あなた、カフェにいましたよね。この街の音楽家たちは素晴らしい。彼らの曲に心から感銘を受けたよ。あのピアニストが奏でたリコシーについての曲、あれにはガツンとやられたね。以前の私は街から街へと歌い歩いていてね。歌手のセティアワンといえばそれなりに名が知られていたんだ。私は曲を書き歌っていた。心のすべてを音楽に捧げ世界中の人たちに届けていたんだ。だがその一方で妻のことを顧みなかった。身勝手な私のもとを妻は去った。私は妻より音楽を選んだんだ。そして妻が去ってからというもの二度と歌えなくなってしまってね。ああ妻のことを忘れたいのに今も心が重苦しいんだ。先へ進みたくともその糸口がつかめないんだよ。でまたダイブか。はあこの人を助けたらどんな音楽を聴かせてくれるんだろう。ああここにずっと置いてあったな、この変な、はあマイクとか。あれ待って、ここに、あはん、こういうのは俺ちゃっかり拾ってたのにな。この川沿いの場所に来れてなかったんやな。パンクの次はエンジンかよ。あちょうど休みが欲しかったしさ、車がぶっ壊れたのはいい口実になりそうだ。お任せします。これで向こうには行けない感じ。これででもこいつをやったらもう猫なでも全部いけてるんじゃないかな。頼みますよ。なんじゃここ。鳥人や。ああ来てくれたのね。けど夫が出してくれないの。あ愚かな男だ。君にもう愛されていないとも知らずに。あら不倫ですね。慌てることはないさ、スリ。この鳥籠は必ず開く。いつかきっとね。どうなってんの。なぜ妻は私にこんな冷たくする。まさか浮気をしてるのか。セティアワンさん気が立ってるぞ。見つかったらまずい。お。ステルスイベントって俺が見つかる意味はあんの。おーおー移動しろこいつ。俺は見つかってもいいやろ別に。うん？ん？じゃないの。さささささ。まあ今の見つかってないの？調べる。ああ。なんか倒れたよ。写真立てる中から鍵が。いいんでしょうか。はあ。はあ。横歩いてるで。気づかないかい？来ました。セティアワンさん、全然でしたわ。ようやくね、一緒に逃げようすり、生活のことなら心配ない。あんな独善的な夫のことは忘れて、僕と穏やかに暮らそう。そうするわ。飼ってた鳥の話してるとかちゃうよね。スリ、我が妻よ。あ、なんかわからんけど咲いた。はあ。大丈夫ですか？無論だ少年よ。こんな痛みはへでもない。あ、むしろ嬉しいんだ。おかげでまた曲を書けそうだよ。心の痛みを美しい旋律に込めた長年の苦しみを綴った歌をね。今から歌ってあげよう。いや、いいです。どういうこと？おー、バンドも増えてる。なんかわからんけどスキップしてもた。あれ、何のボタンも押してなかったのにな、俺今。ありがとう、セティアマンさん。おかげで夢が一つ叶いました。ごめん、セティアマンさん。なんか、
スキップ押したつもりがないのに勝手にスキップゲージが溜まってってさ、今なんでやろう。あ、でもこれでギャン泣きのやつゲッチュだね。あ、実はね、私って本当は映画で泣いたことないの。うん、悲しい曲でも一度もない。正直悲しいって気持ちがよく分からなくて、それってちょっと作家としてまずいよね。私は読者さんの心を動かしたいの。人生を変えちゃう作品を書きたいの。それってちょっと違うんじゃないかな。人の心ってのはそういうもんじゃない。力ずくでは動かせないんだ。心を通わせないとさ。ああ、いいかい。読者を泣かせようとか笑わせようとか思っちゃいけない。まずはここ、君が心を開いて渦巻く感情を読者にさらけ出さなきゃ。それをどう捉えるかは相手に任せてさ。あ、ぐすん。泣いてるの？泣いたことないって言ったじゃん。そうだよぐすん、今まではそうだったの。ぐすん、泣くのは初めてなの。見ないでよ。けど泣きたくもなるよ。そうなの？話してみてよ。ずっと昔、私がまだ小さかった頃は父さんがよく家にいてギターを弾いてくれたんだ。母さんも一緒に歌ってた。ああ、ちっちゃい頃は仲良かったよね。私はそれを何時間も聞いてたけど、ジャカルタから戻ってきて父さんはギターを売っちゃった。その時うちから音楽が聞いたの。永遠にね。悲しい。今のはなんだ、頭が。これででもどう？あ、ギャン泣き埋まったよ。オッケー、これでいけるんじゃない？ごめんな、なんかもう一回歌ってくれたりとかは。ありがとうセティアマンさん。あー、聞きたかったな、ギャン泣きできる歌。なんか勝手にスキップになっちゃったわ、すまぬー。オートセーブがあったからもう一回。なんでスキップがそれ。あ、もう一回やっても、せっかくオートセーブあったからやってみたのに勝手にロードってなるんですけど、ロードじゃない、スキップってなるんですけど。残念。さあ、ついにこの4章までやってまいりましたよ。あ、チャリンコも取っといてあげなあかんな。さて、モフモフは全部できてるかな俺。おーい、牛あ、いた。さあ、こいつが、いじめられてるけど、こいつに前回は6匹足りないとか言って言われたのよな。今回はいけますか。早くどっか行け、お前ら。頼む、牛が喋った、助けてくれ。任しとけ、俺がやったら。来い、学校のいじめっ子、俺に勝てると思うなよ。余裕、甘いわ。おい、どうじゃ、やりました。さあ、お願いします。助けてくれてありがとう。さあ、こっちへどうぞ。好きに撫でてくれ。あ、好きに。いいの？あ、これでいけた？君の噂は聞いてるよ。この町のすべての動物たちと友達になったそうだね。あ、そこでカッカが君との、モロケンやったっけ、なんて読めたっけこれ、越剣か、越剣を望んでおられるんだ。カッカって誰？我々しがない生き物たちを飛べる無敵の獣。カッカはただの伝説だと思われてるけど、そいつは間違いでね。あ、ん？これ？バロン人形の仮面、なんでこんなとこに捨てられちゃって、かわいそうだな。
は、まさかバロンにスペースダイブできるのか。どういうこと？どういうこと？それでいいの？君のために道を作っておいたよ。さあ行くがいい。雷鳴ってるんですけどね。モフモフ。これをやらないと完了せんってことかな。行きます。マリン、ちょっと待っといておくれ。ここってどこだ。どこや。わっ、うお、生きてんのか。ああ、噛まないよな。お前を撫でんのか。調べる。よしよし、ならばお前が頭か。はっ、ごめんよ、てっきり。ん、良いのだ、頼む。もう一度撫でてくれ。えの、でもう一回。うむ、お前の優しさが伝わってくるぞ。町の動物たちは皆お前のことを話している。すべての野良たちを撫でてやり名前をつけたそうだな。もう覚えてないけどな。皆とても喜んでるぞ。自分の居場所ができたようだとな。名前だけでそんなに喜ばれるなんて。そうなんだね。名前には魔法に似た力がある。それは我々の存在そのもの、我々のことを理解するための第一歩なのだ。我は動物を愛する者の前にしか現れん。大昔にあったあの幼子のようにな。ん？お前からは誠実な愛を感じる。故に全ての動物たちに代わって我がお前に礼を言おう。この世界にはもっとお前のようなものが必要だ。礼には及ばないよ、バロン。答えよ、若者。動物たちを撫でるのは楽しかったか？あ、けど君が一番モフモフだった。それに賢いよ。モフモフなのこいつ。サワサワ、サワサワな感じやで。お前の願いが叶ってよかった。やるべきことは分かっているな。あ、なんでしょう。あ、やったぞ、完了だ。お前にこの記憶を授けよう、アトマ。あは。あ、これでじゃあ物語またゲットだね。これで多分全部チェックつくんじゃない？このままクリアすれば。ニルマラは猫が大好きなんだな。うんふん。だって可愛いもん。それに一度信頼されたら大切な友達になってくれるの。猫以外に友達はいないの？いるよ。犬にアヒルに白い牛も。それ以外にさ、百獣郎なんてどう？あは、ライオン？違うよバカ、聖獣のこと。ほら書いてあげる。ん？すごい神秘的でしょ。確かに。どんな絵？どうやって聖獣になったの？小学校の裏に沼があるでしょ。数年前に学校が建てられたとこ。そうけど、まだあそこが沼だった頃、よく学校をサボって遊びに行ってたの。聖獣さんは動物のことが本当に好きで、動物からも愛されている人の前にしか現れないの。なるほど。どうしたら動物たちに愛されるんだい？それはもちろん、彼らの小さな頭をなでなでしてあげればいいの。世界中どこでも一緒だよ。なるほど。僕も愛してもらえるかな。頭じゃなくて、なんか変なとこサワサワしてた気がするけど。もちろんだよ。やれやれ、話を完全にはぐらかされたよ。僕は君に人間の友達がいるのか聞こうとしたのに。学校とかにさ。人間と友達になるのって私には難しくて。いや、動物の方が難しいと思うけどな。もちろんあなたは別だよ。僕らはどっちもはみ出し者だもんな。けどだからって君が友達を作れないわけじゃない。できれば君の居場所を見つけてほしいよ。居場所、そんな場所ってあるのかな。猫ちゃんだらけの場所とかどう？例えば猫の楽園みたいなさ。それって興味ある。猫の楽園ってどんなとこ？猫と猫好きのための楽園だよ。もふりたい放題で猫の餌もたくさんあって、楽しく騒げる場所さ。楽しそう。行ってみたいな。そのことを書いたらどう？そうだね、絶対そうするよ。それでつながるってことやね。今のは何だったんだ？
頭が痛い。あれ、バロンの仮面と白牛、白水牛さんが見当たらない。どうしたの、大丈夫？雷、なんでもない、行こう。 OK、 これででもモフモフ動物なで行けました。さあ、ただいま5章が終わりまして、ラヤとニルマラが一体になり病院で目覚めたところまでやってまいりました。無事にやることリストすべて埋まった状態で、あとは引っ越しパートをやるのみでございます。これでかんかなってことで、物語もすべて、ページが揃った状態ですね。これで最後のエンディング多少なり変わったりするんでしょうか。橋へ向かうだね。無事すべてのページがたまりました。ここをまたゆっくりちょっと本の方も読んでいきたいなとは思っている私でございますので、ちょっとその部分をね、朗読はしないですけど、画面上では一時停止なりして読んでもらえるように、ちょっとザラッと流していこうかなと思います。ゆっくり読んでいただければと思います。
はい、長々と物語を見せておりましたが、どうでしたか。このままラストの橋のところまで行こうと思います。さあ橋に行こうと思います。エリックスルーです。橋はこのすぐ先だけど、もう少し街を見て回る。行きましょう。なんかエンディング変わるんでしょうか。誰もいない。うわー、一雨来そう。アトマも見てる。今って空がすっごく綺麗。このままスタッフロールに行く感じですね。ってことはスタッフロールが終わった後に何かが待ってるんでしょうか。そろそろエンディング終わりますけど、前回との違いはありますか。そろそろ現実に戻ろっとって言ってたよね、確か。どうなの。さてと、現実に戻らなきゃ。この花を備えてこう。夜になる前にもう少しだけ街を散歩しとこうと。あれ、なんかちょっと違う。あ、あったぞ、続きが。ここはあれ、あの廃棄車両が片付けられちゃってる基地があったとこ。ん、残念だな。ん、お、あの川や。いや、アトマ、私だよ。うん、私変わったの。本を書くのは怖くない。だって世界も変わってくから。町の人たちも建物もあの基地だって壊されちゃったし。君ならきっと、だったら新しい基地を作ろうって言うよね。それってアトマらしい。この町もすっかり様変わりしたけど、あなたとの思い出は変わらない。落ち込んでる時はいつもあの笑顔で励ましてくれたよね。あ、けどもう大丈夫、前に進むよ。もっともっと強くなりたいけど、毎日少しずつ進歩してる。大丈夫、ちょっと顔くらない。顔ちょっと怖いよ。いろいろとありがとう。あ、お花と魔法の赤本、アトマ、ラヤ、さよなら。ああ、終わりました。ってことで、あ、スペースフォーザアンバウンド、これで完全なるグッドエンディングクリアということでいいんでしょうか。いや、改めてちょっと最初からね、2周目やっておりましたが、アトマは結局実在してたのか、ちょっとこの部分はどっちにも取れそうなのよね。実際にアトマは存在していて、
まあ亡くなってその後もずっと追いかけてるようなラヤ像っていうのも感じるんやけど、マリンがどこを探してもアトマはいないって言ってたりとか、あとは実際川から助けてもらった時にお父さんお母さんまたはその近くにいた周りの人々とかが全然その高校生の話とかをしいひんところも見ると、実はニルマラその二人に別れた時に、まあ、同じく、まあ、ニルマラが二人に別れる前の時点からか、もともとニルマラがいろいろと物語を書いたりとかしている時点ですでにアトマ像っていうのがニルマラの中にはあって、一緒に共作をしているような気分になりながら、進んでて、まあ、たまたま川は落ちてしまった時をきっかけに、まあ、アトマがいなくなるっていうような思いを描いてしまって、まあ、そのままアトマがいなくなったみたいな、まあ、暗い自分が、ニルマラがだからラヤと別れた時はね、別れるきっかけになってしまったのかなとか、もともとだからアトマは存在はしていなくて、あくまでもニルマラの中の空想の人物、そう考えることも、まあ、できなくはないなとか思って、ちょっと考察どうなのかなとか思いながらですけど、改めて2週もやりましたが非常に楽しいお話でございました。まだまだちょっと多分語り尽くせばキリがなさそうでございますので、このゲームこの辺りで終わっとこうかなと思います。ということで無事初見クリアと2週目やることリスト達成クリアいけました。お疲れでございます。ということで皆様もご視聴ありがとうございました。またこんな感じのゲームやっていこうと思いますので、よかったらまた来てください。それではまたよろしくどうぞ。